はい、こんにちは。今日はですね、白黒の画像に色をつける方法を紹介していきます。で、プラスですね、こうやっていろんなブラシを使ってデザイン画っぽいのを作っていきます。で、使うアプリなんですけど、私の大好きなプロクリエイトを使っていきます。で、プロクリエイトはイラストのアプリなんですけど、こういった簡単な画像を加工ぐらいであればですね、すぐにできるので本当におすすめです。で、今回のこの色をつけるっていうのも本当に塗り絵みたいにすぐできるので、ぜひですね、モノクロ画像を持ってる方は試してみてください。はい、じゃあいつものように始めていきます。プロクリエイト開いて、今日は写真アプリからドラッグ&ドロップでインポートしていきます。好きな写真をこうやってスプリットビューで開いて、こうやって放り込プロクリエイトに放り込むと中に入っていきます。で、まずやることとしては、レイヤーパネルからこの写真のレイヤーを複製して、ちょっとバックアップとして1個作っておきます。で、その上にレイヤーを追加して、ここに色を塗っていきます。で、今回はこのトランペットの色だけ塗っていきます。適当に黄色を取って、ブラシも適当に取って、ちょっと塗ってみます。で、普通に塗るとこうやってベタ塗りになりますよね。で、この状態で何をするかっていうと、ここ、N っていうところを押すとブレンドモードが変わるので、ここカラーにしてください。そうすると、白黒の写真にカラー情報だけが適用されるっていう感じですね。なので、ここは今黄色ですけど、ブルーだったらブルーのトランペットになります。で、ですね、どんどんとりあえずベースのカラー、ベースの黄色のカラーを塗っていきます。で、ベースの色が塗れたら、ここにもう少し違う色も追加していきます。今この黄色のままでもいいんですけど、このままだとつまらないというか、あまり本物っぽく見えないので、もう少しいろんな色をバリエーションを持たせてあげることで、本物に近いような表現になります。で、それのやり方なんですけど、レイヤーを1個追加して、そこにベタでいいんで、カラー参照したい色をこうやって5色ぐらい置いていきます。で、黄色でもいろいろあるので、緑っぽい黄色だったり、オレンジっぽい黄色だったりを置いて、で、ちょっと濃いめのオレンジ置いたりとか、あと反対色のブルーとかも置いてみます。で、ここまでできたら、さっきのカラーの描画モードになっているレイヤーを選択した状態でブラシを取ります。で、私左の真ん中のバーのところに、スポイトツール置いてるんですけど、このスポイトツールで色を取って、で、例えば今ここハイライトの部分をちょっと違う黄色、白っぽい黄色に塗ってます。で、またスポイトツール取って塗る感じですね。で、ちょっとこのシャドウのところ、暗い目のところはオレンジっぽい感じで表現していきます。で、トランペットって一応単色で黄色だけど、やっぱり光の方向によっても色変わるし、あとたくさんずっと使ってると色が変わってきたりしますよね。で、なんかそういうのを想像しながら色を塗っていくって感じです。はい、こんな感じで、トランペットの色のとこ完成ですね。で、もう少しだけ表現というか、
パキッとしたトランペットにしたいなと思ったので、上に1個レイヤーを追加して、このレイヤーを、オーバーレイっていう描画モード、ブレンドモードに変えます。で、黄色の色を取って、色のしていくと、結構彩度が高くなるというか、パキッとした印象になります。はい、ということでオーバーレイのところもこんな感じで完成です。表示非表示してると結構違いますよね。バキッとした印象になると思います。でちょっと 100% だと強すぎるので、後で透明度変更して少し弱めてあげてもいいです。でさっきの色参照のレイヤーも消しちゃってください。で次ですね、もうトランペットの色を塗るっていうのは終わります。でせっかくなんで、なんかブラシ使って、ちょっとこの吹いてる音の表現をブラシで作ってみたいと思います。今ブラシのね、稲妻のブラシがデフォルトであるんですけど、こういうのを使ってみたりとかします。ちょっとこれだと子供っぽいかな。なんで、違うブラシにします。でですね、いろいろブラシを、検証してたんですけど、結果一番しっくりきたのがレトロっていうフォルダの中にあるラドっていうブラシがあるんですけどこれを今使って適当に描いてますと、このフォルダのレトロの中のラドですね。で他にもいいなと思ったのは水彩の中にあるマットスプラッシュっていうブラシを使って、ちょっと次色を取って塗ってみます。でこんな感じでなんか吹いて水が飛んだような迫力ある感じになるかな。でまたこのレイヤーの描画モードを変えても面白くなりますよ。今回は追い焼きカラーにしてます。追い焼きカラーにするとさっき下に塗った白色とうまくブレンドして色が反映されてすごいパキッとした色になります。で新しいレイヤーを追加して、さらにブラシ違うブラシ取って表現重ねていきます。スプレーの中にあるフリッターっていうブラシがあるんですよ。これ結構使えます。今回だけじゃなくて他の時もよく使ってます。で適当にわーってなって、フリッターもなんか飛び散ったような表現ですね。でこのフリッターのレイヤーのところも追い焼きモードにしてます。でどんどんもういろんなブラシを重ねまくっていきます。でずっとやってるとですね、多分楽しくてやりすぎてですね、トゥーマッチな感じになっちゃうので、その時はこうやって不透明度を下げたりして調整するか、あとはマスクですね、選択するとマスクっていう項目出てくるので、マスクを取った状態で黒色でなぞってあげると、その部分が一時的に非表示になります。マスクを選択してトランペットの周りだけ黒く塗りつぶしてあげると、そこの部分が見えないような状態になります。これはだから消しゴムで消したのではなくて、一時的に非表示になっているような形です。はい、ということでこんな感じで、完成です。で最後ね、文字を入れたいと思います。で文字入れる時なんですけど、残念ながらプロクリエイトは文字の機能がないので違うアプリに移ります。今回使うのはフォントっていうアプリです。これ無料でダウンロードできます。
で、フォントの使い方の紹介動画は、以前、動画1本出してるので、それは概要欄の方にリンク貼っ付けてるので、よかったらそっちも飛んでみてください。で、使い方なんですけど、この下の写真のところから写真アルバムで、さっきプロクリエイトで作った画像を読み込みます。で、その状態でタッチしたら文字を追加っていうのが出てくるので、ここで適当に好きな文字を打ってもらって、で、完了ボタン。で、そしたら画像の中に文字出てくるので、ここでサイズ変更したり、あと色変えたりとか、あと文字間行間とかも変えれます。で、フォントはですね、こうやって、サイズとか文字間とかをスライダーで変更させてくれるのですごい直感的で私は気に入ってます。こんな感じでスライダーで変更できます。で、まあ好きなところに文字を置いて、で、書き出すときは右下のところから、画像保存ですね。で、これで、文字付きの、イラスト画像が完成になります。で、プロクリエイトなんですけど、いつも私、イラストを描くために使ってるんですよね。なんですけど、今回みたいにこうやって画像を使って、ブラシを使って、面白いデザインとかも作れるので、まあ、全部アイデア次第だと思うので、もうどん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 試してですね、面白いものを作ってほしいなと思ってます。はい、ということで今日は以上になります。ですね、プロクリエイトの質問がですね、結構溜まってきてるので、今度 Q&A のコーナーをしようと思います。で、なんか質問ある方はこの際にですね、コメント欄に質問書いていただけると嬉しいです。はい、ではよろしくお願いします。バイバイ。